はいどうも皆さんこんにちは、シャネル隊長の隊長です。シャネルです。皆さん、はい、やっとこのうちのミニちゃんにナビを取り付ける日がやってまいりました。いやというわけでちょっと嫁のテンションが今日すごい高いですね。今カモそば食べたからね。あ、あれ食べた、美味しかった。美味しかった。ほんとすいません、完全に夫婦の話してたんですけど、今回はですね、皆さんもうほら、もう嫁が持ってるこれ、はい、はい、もうみんな大好き中華ガジェット、アトト、はい、アトトのナビでございます。はい、はい、こちら提供していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあアトトはね、うちの動画でもね、何件か取り扱させていただいておるんですけれども、いつもはね、埋め込み式のね、もうがっつりガチナビみたいな、ね、感じなんですけど、今回見てください、これポータブルナビでございます。おお、はい、どこにでも置けるやつか。そうです、どこにでも置けるやつ。はい、もう皆さんご存知だと思うんですけども、こちらのミニクーパーちゃんね、ナビつけるね穴がないんですよ。うん、そう、もう穴なくて、いつもね、スマホでナビして出かけてるんですけど、まあもうちょっともう嫌だなと思ってて、結構遠出もするしね。そうなんですよね、もうスマホのね、ほら充電もなくなっちゃったとかね、うん、まあ、結構あったりね、して嫌だったんですけどもね、アトトさんがナビいりませんか、すいません、うちナビつける車もうねえんすよ、ポータブルナビありますね、助かる、あざすということで、はい、いただきました。はい、これね、どうなんでしょうか、使ったことありますか、ポータブルナビ。ないです。ないね。バイク用のね、ポータブルナビを含めなかったら僕もないですね。あ、はい、初めての試みでございます。はい、じゃあ今日はこのね、アトトのポータブルナビをね、どうした泣きそうじゃん、何そんなに嬉しかった、感動のあまり、違うすいません、花粉症がひどい。アトトのね、このポータブルナビをね、忖度なしで、はい、はい、ちょっとレビューしていきたいと思います。はい、はい、まあでもポータブルナビ使うのは初めてです。初めてです。それじゃあちょっと中開けていきましょうかね。はい、カフェのゲッババーン、トリセツ、はい、トリセツ、配線、はい、配線類です。配線、はい、配線とリモコンと、はい、カメラなんか、はい、なアタッチメント的な、はい、マウントかな、画面本体、はい、どう、軽い、軽い、タブレットより軽い。本当だ、めちゃくちゃ軽いっすねこれ、うん、いいな、うちのタブレットより全然軽いですね。ちょっと大きいスマホぐらい。うん、だね。そしてこれマウントだね。マウントですね。はい。はい、お、シガソケ電源。ごつくね。USB。これが一応電源なんですね。あ、そっか。ポータブルだからんでね、シガソケットから電源ってことな感じですね。はい。繋ぐんやろな。そういうことでございますね。はい。はい、そんな感じの内容物となっております。はい。リモコンがね、最初からついてるんですよ。うん、アトト製品ってこれね、別売りなんだよ基本。あ、そうなんですね。そう、これもね、最初からついてて、しかも今回なんか設定とかもなしに、そのままね、電池入れたらね、もうすぐ使えるってことでね、はい、非常に使い勝手がいいそうです。はい、でね、バックカメラ、リアカメラも全部ついてくるらしいんで、はい、その辺かな。フロントカメラとリアカメラがついてるんで、デジタルインナーミラーとかね、もちろんね、前後のログもできるそうです。はい、まあこれはね、もうすでについてるんで、ミニにね、うん、まあ今回つけようかどうかちょっと悩ましいところでございますが、はい、はい、とりあえずね、これを今日つけていこうと思います。はい、はい、頑張ってください。ええ今日シフォンモータースカイで、じゃあシフォンモータース、ちょっと配線類はちょっとわからないから、バイト君に任せるね。今日は簡単ですよ、だってこれとこれつけるだけだから。あ、そっか。うん、そう、ポータブルナビだもん。じゃあ超簡単。じゃあ工場長でもできるかも。そう、なんで今日は奥さん初めてのナビ取り付け、イエーイ、やっちゃってください。頑張るぞ。この動画はアトトの提供でお送りします。ね、チャンネル隊長って知ってる？そりゃ知っとるに決まっとるやんけ。チャンネル隊長言うたら毎日、だいたい朝じゃなくて夜8時半ぐらいからやっとる YouTube のチャンネルやで、よかったらチャンネル登録よろしくな。はい、というわけで、はい、取り付け場所をまず決めましょうかね。はい、どこがいい？これモニター、どこにしようかな。もうこれね、吸盤だからここにつけちゃう。バーン、マジマジで、別に速度メーターそっちなんで出るんでね、いいかなと思うんですけど、
ミニね、窓ガラスがほら狭いよね。あ、でもここでもいいかもしれんね。いや邪魔じゃない。邪魔か。ミニちっちゃいでな。どうしようかな。あのよくあるのは、あのこっからつけてる人いるんすよ。でもね、これね微妙。あのね、なんでかっていうとね、車検的にあんまよろしくないよねっていう。フロントの視認性をね、捨てちゃうのはちょっと、うん、そう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 、よくないんで、ちょっととりあえずじゃあちょっとそのマウントをさ、と、あ、これか、あ、そうそうそう、これがねサイズが17っていうサイズらしいんで、あの別にね、あのこれじゃなくてもね、その17に対応したマウント持っている方はね、それ使える。あ、なるほど。うん。こうでもいいわけか。あ、もうここつけちゃう、もう。もうここだな。ここにつけちゃうもん。とりあえずここだな。そうだな。最悪こっちのメーターは、もうあのガソリンと水温線目はいいかなって感じですね。皆さんね、こういうところつけたいって思われる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、安心してください。これね、はい、こちら見ついてあって。はい、はい。シール加工にもくっつくやつ。はい、くっつくやつについてますんで。はい。はい、ですが、今回奥さん本当にここつけちゃう、これ。もうつけちゃうか。もうつけちゃうか、もうここでいいな、もう。大丈夫。嫌だったら外せるから。そうね。大丈夫。お、しっかりついてんじゃん、うん、すごいね、これ。いいっすよ。あ、いいね。走行中も、まあでもこれぐらいついてれば多分大丈夫かな。うん。で、まあここしっかり止めて、これなんだろうね、これ。そこわかんない。これ関係、あ、これ、おー、すごい。ガチョーン。ガチョーンなんて懐かしいな。とりあえずこれで一回つけてみますか。はい。はい。こちらですね。で、裏面がね、こうなっております。はい。これマウント取り付ける穴ですね。結構線太くない？めっちゃ硬いよこれ、ね、結構ごついよ、すごい、ね、ここにライトニングケーブルあるんですけど、ほらこれ横並べてみて、めちゃめちゃ太いんですよこれ、めっちゃ丈夫そうね。はい、じゃあちょっとさ、モーターをつけちゃう、はい、つけちゃってください。はい、つながった。でこれいいのがさ、ここにほら、うん、3.0 かな、これね、青いから 3.0 の USB ですね。あ、でこっからあれか、あのフラッシュメモリーとかこうね、音楽入ったやつ入れても中で聴けるのかな。すげえ。うん。でこれあの AX ですね。オークスアウトがついておりますんで、はい。まあ、これ今時使う人いねえんじゃねえかなと思うんだけどね。はい。はい。今刺さりまして。はい。はい。ちょっと線ごついなこれ。ちょっとこれ線ごついけど。おい。ついた。うわ、かっこいい。なんか赤く光るわ。あ、本当だ。ちょっとかっこいいかも。お、つきましたね。ついた。お、明るい。めっちゃ見やすいよ。見やすい。かなり明るい。しかもここ変えれるわ。あ、ほんとだ。オートにもなるのかな。ええ。あ、これオート。いいね。いいですね。じゃあちょっと僕のスマホとペアリングします。はい。お、早いっすね。今ペアリングされました。お、はい。あ、出てますね。はい、僕のスマホのバッテリー。ちょっと、お、あ、カープレイもね、使えますんでね。はいはい、こちらね、なんか妖怪ウォッチみたいな、ね、はい、まあ、これがね、アトドウォッチでございますけども、はい、これどうですか、今まだね、とりあえず出しただけなんですけど、うん、なんかね噂によるともうそのまま使えるそうです。あ、あ、すごい、おお、戻れる。あ、もう設定とか特になしでそのまま、あ、音量も、音量もここのくるくるで、あ、いいね、なんかちゃんとカチカチが効いてる感じがあって、ほら、はいはいはい、あ、いいですね、いいね。絶対そこダメだろ。違うね、内側、内側、はいはいはい、こうやってここにもできるよ。あ、そこいいね、じゃあそこにしてみましょうか。ゴムバンド、こんな感じ。あ、結構しっかりつくんだね。うん、いいじゃん。お、ちゃんと、あ、効いてますね。いいじゃん。あ、いいですね、はい。これあれだったら自分で調節してくださいね。はい、あのカープレイ使えるんですよ、うん、これ僕はもうこれナビタイム入れてるんで、はい、ナビタイムでナビタイムポン、はい、今フルモザイクですけども、はい、合ってますね、合ってます、バチバチ合ってます、出てます、出てますね、すごい。あ、ここにガソリンスタンドあるのか。ありますね。後で入れに行かなきゃ。ねえ。はい。もうナビタイムもね、こういう風に使えますんで。はい、これ多分あれだよね、あの、カープレイに対応してるアプリだったらね、全部ここで使えるはずなんで、ヤフーナビとかね、ああいうのでもね、多分使えると思います。はい。これなんですけど、一応ね、内蔵のスピーカーがついてます。はい。
そうだよね、だってこれつないだだけだもんね。そうで車のスピーカーにつないでないもんね。そうなんですよ。じゃあちょっとなんかねフリー BGM 流してみようかなと思います。はい、ちょっと巻きでやっていこうかなと思います。はい、こちらのね今このポータブルナビの画面から音が出てます。クソです。もう悲しいぐらい音質悪いね。うん、悲しいね。でも皆さんご安心ください、こちら FM トランスミッター付きです。なあ聞き覚えないですか。そうか、今の子はそうよね、知らないよね。 FM トランスミッターってあんま使わないよね。音声をですね FM 電波に飛ばして、でこっち側のね元からついてるデッキのラジオからね音を出すってことです。はい、ちょっとよくわかんない。だからこれ電波飛ばすんよ。聞いたことあるぞこれ、チャンネル対象で。はい、 FM トランスミッターね、じゃあ778、はい、こっち今778にしました。で OK で、こっちの元がついてるデッキの方もね今周波数 77.8 になりました。はい、で隊長ちゃん今から流します。おやべ、死ぬほど汚い。やばい、ちょっと待って、ほらこれやばいな、スピーカーから聞こえる。はい、スピーカーから聞こえます。すごい、これやばいぞ。はい、安心してください。おお、はい、すごいね、これに線かぶせなくていいんだ。そうなんです、私でもできるやんね、簡単よね。はい、こんな感じです。はい、こちらの車にはもうすでにねフロントドリアカメラついてるんで、今回は取り付けまではしないんですけど、一応ね配線つなげてみました。DVR っていう画面があるんですけど、ここ押します。はい、うん、出ました。乱れているな。おお、結構画像綺麗。あ、映像綺麗っすね。はい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 。でこれがフロントですね。はい。はい。じゃあでリアに変えます。おお。出ました。近い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 。こんな感じですね。はい。すごい。でもちろんこれあの録画もできます。まあ今ちょっと SD カード入ってないんでね。まあ、ログはしないんですけど、あのこんな感じでフロントカメラリアカメラっていうのが取り付けていきます。受けた？面白かった、ありがとうございます。はい、めっちゃ普通に綺麗だなこれ。あ、商品紹介、はい、めちゃめちゃ売れました。ありがとうございます。ありがとうございます。オリジナルエアフレッシュナーでございます。はい、はい、ちゃっかり、はい、ちゃっかり。 そのうちあの事後通販しますんで待っててください。いや、いいね。で、うん、意外とねこのタッチの速度、うん、まあちょっとね一昔前のスマホって感じ、ちょっとカクッと、うん、でもそんなストレスはないぐらいだね。うん、うん、で、あのこれがカープレイなんですけど、こちら見てください。 Android Auto にも対応してるんで、おー、はい、Android スマホの人でも安心で使えます。人権ある、ある。で、まあ基本的に多分もうメインテー使うのはもうこっちのもうカープレイで多分使うかなって感じですね。はい、私ね一つこれちょっと気になることがあって、はい、なんかこの画面くっついてるとこあるじゃん、カチッと爪ではまってんだけど、あ、はいはいはい、そこがちょっとね大丈夫なのかなって心配してる。あ、ここ、あ、これね、そう、はいはい、弱いかな気持ちって感じ。確かにちょっとね、あ、まあすぐつくけど、私のはめ方が悪くてもっと本当はカチッていくとか、うん、ちょっとここ心配かな、うん、だってこんだけだもんね。ああ、ちょっと弱いんですね、うん、ちょっとここが心配。ああ、なるほどね。一個なんかここにロックができるといいな。まあ、あとはそうですね、やっぱこの線が太い。うん、太いな、ごっついね。うん、ちょっと車の中のスタイリッシュさを求める人は嫌かもしんない。これはちょっと気になるな。うん、うん、まあだから本当ね、これ使う人はねもう綺麗にねとにかく隠蔽して中にね、うん、うん、まあ見栄えよくっていうね工夫が必要になってくると思います。はい、まあでも実際にこうやってナビ機能がねこうやってやっぱ使うのはいいわ。うん、うん、やポータブルナビの気楽さっていうのはちゃんと残ってますね。奥さん、はい、せっかくねうちのミニちゃんにナビがついたんで、うん、次回ねこれでお出かけしませんか。いいっすね。ね、あの皆さんお楽しみに。楽しみに。はい、あのこちらの商品ね、あのご興味ある方はぜひね動画の概要欄にねあの URL 貼ってありますので皆さん一度見に行ってみてください。はい、はい、まあ
あの実際使用レビューは多分次のね、うん、お出かけ動画シーンで多分いろいろわかると思いますんで、はい、はい、気になる方はねそちらの動画も待っていていただけると幸いです。はい、チャンネル登録してね。それでは皆さん、ご安全に。ご安全に。バーイ。